どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャミクロワイゲーム。1996年に出た MV をモチーフとした例の部屋でひたすら椅子を避けるゲームワールドです。ワールドに入るとそこは無機質な部屋に帽子と椅子があるという珍妙な光景です。やたらと置かれている帽子はユーズして持つことが可能となっています。そして目の前にあった帽子をユーズすると奥の方に移動されて音楽が流れ出します。イントロが終わると4つの椅子がスライドするかのごとく滑ってきますのでかわしましょう。めちゃくちゃシュールな光景なのは気にしてはいけません。1つでも当たるとその時点で終了となります。見た目に反して意外とシビア。終了するとそれまで避けた椅子の数が奥の方に表示されます。こんな感じでひたすらに椅子をかわすゲームとなっています。椅子の速度はすべてランダムとなっており、どの椅子が速いか遅いかは出るまでわかりません。基本的には遅い動きの椅子の位置に待機して左右の判断をするのがいいでしょう。突然高速で来る椅子には特に注意です。またリスポーン地点の裏にはカメラが設置されており、好きに角度を変えることができます。カメラの角度を変えて設置しておけば MV っぽく撮ることもできますね。こんな感じでひたすらに椅子をかわし続けるゲームワールドとなっています。非常にシュールな光景の割には難易度が高く、意外と骨太だったりします。さりげなく元ネタになった人物の頭部の置物があるなど小ネタも仕込まれています。ゲーム自体はサクッと遊べる内容になっているので、どこまで続けられるか試してみてはいかがでしょう。曲をフルまで流せることができれば気分はジャミクロワイかも。てな感じで椅子をかわし続けるゲームワールドを皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。